自然に対するちょっと尊敬というか憧れの念みたいなのが一言で説明できるものではないと思うので、境をなるべく取り払おうみたいな。彼女がデザインするのは自然の中にあるありのままの空間。ブレイクゼア、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。デザイナー河本夏実、1994年京都府生まれ。すでに海外でも作品を展示する彼女の信念は、自分の作品の原点って何だろうなってちょっと考えた時に、ありのままの自然の中の美しさみたいなのを素直に感じ取って、それを作品として形にするっていうことが結構核になってるのかなっていうふうな気はしているので、言葉にはできないようなそういう感動とか、人が素直に普段感じる感情とか、まあ、憧れみたいなのをその時々でその最適な形で作品にしてる。生み出すのは物ではなく、デザインされた空間そのもの。視点を変えると意味が浮かび上がってくるけど、そこに実体はないみたいな、全く最初は意味のないガラスの塊の間に花瓶のシルエットが浮かび上がってくるっていう作品。具体的なものからそのアイデアを引き出すっていうことはあんまりなくて、まずガラスを見た時に視点はガラスに行くじゃないですか。でもそれ自体は何にも意味のない形なんだけど、視点を変えようみたいな、物とその周りにあるものとの関係性みたいなのって絶対に切り離せないと思うんですよ。空間をデザインするために彼女が大切にしているものは、まだ見ぬ空間への想像力。物を作る時に人がそこにいて、どういう距離感で物を見るかとか、どういう光でその空間が成り立ってるのかとか、そういうところはまず作品を作る時に一番初めに意識することで、物から空間への広がりみたいなのとか、そういうスケール感みたいなのをなんかこう作品の周りにまとわせていくと、自分のしたい表現がまあ作品として形になってるのかなと。彼女が追い求める道、ありのままの自分でありのままの表現を。人間のその美意識ってその数百年で簡単に変わるものじゃないと思うので、物を作る時の純粋なその動機みたいなのは小さい頃からもうこれからもずっと変わらずに作り続けていけたらいいかなとは思ってます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は彫刻家井口恵里のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。